皆さんこんにちは。こんばんは。ユニハーツアトムのストレージ容量なんですけども。 えこれのね、前の機種ですね、このジェリープロ、これはね、この裏蓋を開けるとですね、マイクロ USB がさせたんですけども、残念ながら、このアトムにはね、マイクロ USB をさすね、スロットがないんですね。で、完全にえ内蔵のまあストレージ容量しかないということなんです。はい。で、まあ一応ね、これ64ギガね、ストレージ、内部ストレージがあるということで、ちょっとね、その辺のストレージのねえー中身をね、見ていきたい たいと思うんですけども設定画面のね、えー、ここにストレージというのがあります、えー、若干ちょっとねズームをかけたいと思いますけどもこのストレージねクリックするとこんな感じで、えー、64ギガ分の今ね色々アプリとかも入れてるんで、えー、11.58ギガということで、えー、18%使用してますよということですねで、えー、この下にねストレージマネージャーというのがありますで、これをオンオフするね、えー、ボタンがあるんですけどもこれ何か かというとですね。これを。 オンにするとですね、この写真とか動画が90日間保存ということで、まあ、90日を超えると自動的に削除してくれますよというね、そういう、ね、便利な機能があります。はい。えー、なので、まあ、そんなにね、えー、ずっと写真とか動画保存しておく必要ないよっていうことであれば、自動的に90日でね、えー、ハウスキーピングをしてくれるというような、まあ、そんな便利な機能です。ちなみにこれオンしてみると、はいえー、メッセージが出てきて、えー、お使いのストレージの管理は、ストレージマネージャーがおこ 行うようになったというねメッセージが出てきますこれでねオンにしておくと92時間で自動的にね、えー、古いものから消していってくれるということです今ねちょっと戻しておきますねそれからここに、えー、空き容量を増やすというね、えー、表示がありますけども実はこれボタンになってましてね でこれをピコッと押すとですね、削除できるものがあるかどうかっていうことで、まあ、削除できる古いファイルはありませんということで、今ね、表示されてます、えー。最近の写真、動画、アプリを削除して空き容量を確保してくださいということでね、でまあ、最近のアイテム確認という、ね、メニューがありますので、これを押すと、まあ色々、ね、いろいろね、どのアプリでどれぐらいの容量をね、 使ってるかっていうね、表示が出ますんで、これでね、まあ、選んで削除していくというような感じですね。えこんな感じで、まあ、あの、内部のね、64ギガしかありませんので、いろんなアプリを入れていくと、当然ね、その空き容量が少なくなってくるんで、まあ、こういうねえ、空き容量を増やす機能、あるいは、ストレージマネージャーを使って、まあ、写真とか動画をね、ハウスキーピングしていて、内部容量を稼ぐというようなね、えそんな機能がありますので、皆さんも使ってみてください。 はい。ということで、今回はユニハーツアトムの内部ストレージのお話でした。それじゃあ。